するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。オーラス一本場開始です。皆さん手牌を開けてください。ドラは数ワン、一本場教卓が1000点、はい、今回もう一局ね生まれましたけれども、伸びましたね。はい、粘ってきて、なんか仕掛けます？今回僕仕掛けないですね、この手は。仕掛けない、やっぱり自分が仕掛けてしまうと、その下ちゃんに対してノーケアになってしまうじゃないですか。やっぱ上がりに行くってことは、はい、そうなってしまうことが多いん で自分の手が上がり見えるんだったらいいんですけど、はい、やっぱこの手って腹仕掛けても全然上がり見えなくないですか。まだ形が苦しいですね、うん、だったらやっぱり落ち着いて、うん、もうちょっとこう序盤の様子見てまとまったら、そうですね、判断変わりますかね。そんな感じです、うん、さあ全局でドッポ狩りは保留となりましたね。でもまだ2着目とかなりのね点差ありますからね。5万6000点ですよね。余裕はありますよね、うん、うわ、さあ来たのはこれさあったよね。ちょっと今思ってるのは国士無双ですね心にまさかの思ったのね。確認ですけれども流し漫画はございません。はい、はい、絶対来ますもんね、下ちゃんの親がね。そうなんですよ、うん、いやその前にトイメンだったり神茶が来るかどうか。上がってほしいですね。でもそこまでこうどう進んだ、あ、でも上茶進んでるか。進んでる可能性ありますね。はい、ちょっと引き気味にあ、完全消してね。なんかなかなかもう上がりが拾えそうにないんで、僕の今日は白をまだ仕掛けてもですもんね。そうですね、うん、まあなんかタイプ的にやっぱりそのドッポさんって途中もう中盤ぐらいからでも無理そうだなと思ったら形式転廃取ってくるタイプだっていうのは、うん、相手の情報として入ってるので、はい、そこも気をつけていきたいなと思いますけど、この手だったらですよ、やっぱ自分が上がりそうもないんで、うん、不用意な牌を切って転廃で刺すのはダメだなと思います。でもある程度リーチ打ってくるんですかね。え、ドッポさんですか。ドッポさん、はい、下茶ですね。1回例えばダマ点で1万2000とか入れば上がればね、その後伏せれるとかもありますし、あ、2着以上は確保して、はい、ゆっくり、あ、泣きましたね。仕掛けていきました。ウーソーポン、ちょっと見てもらっていいですか。僕見て気づいてますこれ。何種はできました。いや、テンパイですか。ペイ待ちですか。ペイ派じゃない、何待ちですね。国士無双が、あ、リーチ入った。あれ、強力プレイが出るかもしれないぞ。さあ白鳥さんは国士無双言ってれば何待ちでテンパイでしたね。これって、はい、そうですね、難しいのが、うん、打っちゃって自分の素点を無駄にするのももったいないんですよ、うんうん、だからでもドッポさんにはまくられそうもないじゃないですか、はっきり言って。まだそうですね、うん、だから打たない方が僕は得だなと思います。これは要はその差し込んでトップ確定させない方が、あ、ごめんなさい、トップ確定じゃない。おわー、3万リーチ一発赤ドラ、3万一発で掴んで横移動ですね、はい、8300。さあ皆さん手牌を開けてください。白鳥さん、はい、何言いましたね。そうですね、いやでも一発僕リャンマン打っちゃったんで、したらそうです報酬報酬になってます。報酬になりますね、はい、初めての役は見れませんでしたが、はい、最後は横移動で決着。そうです、ね、白鳥さんは、はい、なんでしょう、優雅な感染で最後終わりました。そうですね、はい、よかったです、はい。
さあ、そしてトップですね。おめでとうございます。 ありがとうございます。しかも大トップでございます。69,300点。そうですね、キラキラしました。ナンバーあの8000ホールが入ってくれたおかげであのね、うん、見事でしたね。トイトイ三眼光見事でした。相撲が見事でしたよね。相撲が、はい、相撲が、うん、まあまあでもそのチーピンね、泣けるか泣けないかとかね、そういうのもあると思うんで、はい、なんかまあ良かったです。とりあえず結果はほっとしてます。ほっとしてますか。はい、はい、ありがとうございます。シャトシさん、対局お疲れ様でございました。お疲れ様でした。見事トップおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、初めてこれだけこう打ってる最中に自分の思考を、ね、話すっていうのはかなり難易度高いと思うんですけど、はい、伝えられました皆さんに。あの昔同じような、番組があって、それに出させてもらったことがあるんですけど、ヘッドホンですね、はい、やっぱりあの喋りながらこう見てるのってすごい難しいなとは思ったんですけど、ね、まあなんかあの要所で読めてるなっていうところもあれば、あれだいぶ形あの開かれて、うん、だいぶ形違うなと思う時もあるんで、あの特にあの陳逸テンポへの曲とか、そうですね、あれはね、残り全部集めないと無理みたいな、ね、そうなんですよ。捨て牌は陳逸なんですけど、僕の枚数、ね、僕に見えてる枚数と川の枚数と、あと他の人にマンズも入ってるなって思うと、陳逸、ね、じゃないんじゃないかなって足りないはずなのに思っちゃう、うん、がちなところとかもあったんで、はい、そういうのも含めて。でも読みでね、かなりいろんなお話聞けましたから、そうですね、あのちょっとでも伝わればいいなと思います。あの普段こうかなり引き気味に打ってると思われてるんですけど、でもその理由が今回の匠でかなり皆さんには伝わったんじゃないでしょうか。そうですね、ただまたこれが放送されるときにはその自分のスタイル自体も変わってるかもしれないですし、まあ分かんないですけど、とりあえず今この収録時点でのあの自分がどういう風に考えてマージャンやってるかっていうのを出せたかなと思います。はいはい、かなり印象的だったのはあのスタートから周りを意識して攻める攻めないでの残す牌のバランスですよね。そうですね、あと仕掛けも本当にあここは仕掛けてここは、ま、泣かないんだ役牌っていうバランスも、ね、かなり見れば絶対に分かりますもんね。匠そうですね、うん、あの本当にいい番組だと思います。麻雀の匠、言わせてかませてすいません。いや麻雀の匠ありがとうございます。いい番組、はいはい、またぜひ。そうですね、出てくれますか。そうですね、あの、はい、僕がもっとあの有名になってれば。いやいや、だってブリーガーで、いやまあそうですね、はい、放送が5月ぐらいですか、はい、まあ、まだその時にはまだ M リーガーですね。いやいや、きっと、まあ、今年も来年も再来年も、はい、まあ別に麻雀プロを辞めるわけではないので全く、まあ、麻雀は続けますんで引退会見みたいになるのでやめてもらえますか。すいません、あの、はい、応援のほどよろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。さあ、そして白鳥さんから今回、はい、プレゼントがあるということでこちらでございます。はい、じゃじゃん、はい、タイトルが、トッププロが教える最強の麻雀押し引き理論という。すごい。本が、ご自身でトッププロっておっしゃったんですか。まあそうなんですけど、はい、これが僕です一応。これ写真アップでぜひね、あ、上げてもらいたいんですけど。僕ですね、後でね、はい、これ何があってこの髪色になったんですか。いや、あのね、あ、青、前髪が青。ちょっとね、なんでこうしたんだろうね、この撮影があるのにもかかわらず。一回聞いてもいいですか、これこうやって美容師さんに頼んだんですか。頼んだ。なんていうオーダーで。なんかちょっといい色にしてくださいっていう。ならんでしょう、これには。これそのオーダーでこれにはならないでしょう。と思うんだけど、やっぱね、やっちゃったんですよね。でもすごいですね、こうちゃんと自分の本が出た時にわざわざこのカラーリングにされたってことはかなりの自信があられたってこと。やっちまったと思いましたね。確実に怒られるなと思いました。はい、この本の内容でどういうところが面白さですか。はい、本当にその麻雀で一番あの成績に直結する部分っていうのは手の組み方とかじゃなくて僕は押し引きだと思ってて、その押し引きについてかなりこう詳しくというか書いたりしてます。あとは自分のこれまでの麻雀プロをやってきての実践記だったりとか、そういうのを、盛りだくさんなんですね。はい、はい、こちら佐藤さんのサインを入れていただきまして、はい、抽選で1名様に応募フォームの方からですかね、はい、
皆さんどしどしご応募いただければ当たりますので、ぜひ読んでお知識強くなってください。シャトリさん、はい、この本日ね、しっかりサインよろしくお願いします。あ、はい、はい、サインさせていただきますので、これからも麻雀の匠よろしくお願いしますさあ今回もね、麻雀の匠ご視聴ありがとうございました。次はどんな匠がやってくるんでしょうか。シャトリさんも大きなトップで終わりました。楽しかったですね。楽しかった。あ、言うてこないかな。いろんなね、舞台でまた輝き見せてください。はい、はい、ありがとうございました。